オリーボーレン、アリボーラン、またはオリーボーレン、オリボルンは、オランダ及びベルギーの伝統的なドーナツ。単数型はオリボル、またはオリーボル、オリボール。現在の一般的なドーナツの起源となった。オランダではオリーボーレンと呼ばれ、ベルギーでは、英語ではスマウテボレン、フランス語ではクルスティオンと呼ばれている。英語ではオランダドーナツとしても知られている。現在は、 イタリア、クロアチア及び、スロベニアがまたがるイストリア半島の地域では同様の料理は、フリトレや、フリトーレ、ブリンツと呼ばれ、セルビアでは、クロフネと呼ばれている。オリーブオーレンは、ダンプリングの一種で、アイスクリームディッシャー、または二つのスプーンによって、生地を一定量すくい上げ、熱した油で満たされた深い天ぷら鍋に生地を落とす、ことで作られる。このようにすることで、 油の中で、オリーボーレンは、球状になる。オリーボーレンは、伝統的に、大晦日に食べられる。また、移動遊園地でも売られている。冬場になると、通りの屋台で売られることもある。オリーボーレンは、小麦粉、卵、酵母塩少々、牛乳、ベーキングパウダーから作られ、通常は、ブドウの一種であるサルタナ、カシス、レーズン、柑橘類の皮。 果物の砂糖漬けが用いられる。オリーブオーレムの編集の中では有名なものとしてアップルベニエが挙げられる。これはスライスしたリンゴだけが含まれているものだが、オリーブオーレンと違い、アップルベニエでは生地を少なくとも油の中で1時間は揚げ続けないといけない。オリーブオーレムは通常は粉砂糖をまぶして提供される。フランドル地域ではオリーブオレムはスマウテボレンと呼ばれ、 しばしば植物油の代わりに動物性脂肪が用いられることが由来となっている。オランダのオリーボーレンとフランドル地方のスマウテボレンとの違いとしては、それ以外にスマウテボレンはオリーボーレンとは対照的に普通は具材を中に何も入れないということが挙げられる。オリーボーレンは具材としてレーズン、カシス、リンゴが用いられ、その他に果物の砂糖をつけ、 オレンジをカットしたもの、ホイップクリームも使われる。12月26日から1月6日、ユールの期間中にオランダにおいて、ゲルマン人によって最初に食べられたと言われており、焼くための器具が使われたと言われている。ゲルマン神話に登場する女神ペルヒタは、悪霊と一緒に真冬の空を飛ぶとされている。その魂をなだめるために食べ物が備えられたが、 その多くは記事を挙げたものだった。ペルヒタは出会ったすべての魂の腹を切り開こうとしているが、オリーブオーレンの油のために、オリーブオーレンを食べた魂を切ろうとした彼女の剣は、滑ってしまう、と言われている。発見されている一番古いオリーブオーレンのレシピは、1667年に発行されたオランダの本、デバー・スタン・リッチ・コック・ザ・スマート・レスポンシブル・クックで、当時は、 油でできたクッキーを意味するオリエココンと呼ばれていた。現在とは違い、この揚げ菓子の上にはクルミが乗せられていた。鍋一杯のオリーブオーレンを抱えた若い女性、何世紀にもわたり、オランダ人はオリークックを食べてきた。1652年頃の海外に描かれているオリーブオーレンは、現在一般的に見られる形状によく似ている。この頃は生地を揚げるのに、ラードや、 ナタネ油が使われていた。19世紀には、オリーボーレンという言葉がより多く使われ始めた。ファンダーレ時点の1868年版には、オリアコックという用語がより一般的であると述べた上で、オリエブルという単語が掲載されたが、一方で、競合する時点であるオランダ語時点にはこの単語は1896年まで掲載されなかった。しかし、 20世紀の初めになって、使用頻度の大きな変化が起こり、オリエブルという言葉が一般的になり、オリアックコックは使われなくなった。ベルギーのワロン地域、ブルッセル、北、フランスでも、オリーボーレンに非常に似た種類のものが見られる。クルスティオンは、生地をボール状にして、熱々に大量に揚げたもので、粉砂糖がかけられている。通常は、紙製の氷大きに盛り付けられ、 小さなプラスチック製のフォークと一緒に提供される。クルスティオンはベルギーとフランスのリールで一般的に見られる。オランダの新聞社アルジェミン・ラグブロットは1993年から毎年の年末にオリーブオーレンコンテストを開催している。2012年にはマールセンにあるベーカリーウィリー・オリンクが優勝した。また2013年にはリチャード・フィッサーが優勝したが、 彼は20年の間に9回優勝し、一人による最多優勝を記録した。ありがとうございます。